皆さんこんにちは。いやー、今日はね、非常に楽しい試合というか、まあ、普段応援してるね、2チームが、試合をしているわけなのでね、まあ見てて楽しい試合でしたね。ということで、本日の翔平、5-1、26号ということで、また打ったということでね、今日のは今シーズン最速とかなんとかって言ってましたけどもね、いや、いきなり、遅くなったヤンキースタジアム、初安打ということでね、いきなりまあ遅れたご挨拶ということで、いや、2018年ルーキーシーズンにね見に行ったんですけども、そこ3連戦ぐらい、ヒットがなかったんですよね。でまあようやくこう戻ってきて、打てたということで、とりあえず1本良かったかなと思いますね。ヤンスタファーストヒットということでね、書いておきました。そしてエンゼルス5対3で勝ちまして、ラガレスホームランで、まあ今日の勝因は、まあ、スアレスでしょうね。バンディが先発だったんですけど、なんか熱中症だかなんとかって言ってましたが、まあ1回 1.2 イニングでまあ降板して、でその後スアレスが頑張って 5.1 イニング投げて、C3 イグイグとつないで、勝ちということですね。でヤンキースは、ジオアシラホームラン、スタントンホームランということでね、まあこんな感じですけども、うん、ね、ヤンキースファンで、まあ普段ね翔平を応援して、まあ、やってますけども、まあ複雑じゃないのかなっていう方もいるかもしれないけど、まあ全然そんなことはなくね、非常に楽しかったですね。これがまだあと3試合あるということで、非常にね今週はハッピーじゃないですかね。でまあなんだろう、普段ね、あエンゼルス負けた、ヤンキースまた負けたっつってねなるじゃないですか。だけどこの2チームやればどちらかは勝つわけなんで、まあそんなにねメンタルもやられないということでね、精神にも優しいんじゃないかなと思いますね。そしてまあ今日翔平さんいきなりね、うちのスライダー気味のかな、マイケル・キング打たれましたけども、いやーすごいね。まあ今日のはまあなんか見慣れた打球というかね、あれですけど、昨日のねおかしいだろっていうね、こんなバーンって上にねそのまま上がったのにレフト側に入るってね思って、まあ今日のはもう完全にトライだというか完璧ですよね。でまあ26号で今トップに並んだんですかね、ゲレーロが打ってなければということで、まあなんか一時離されたけど結局また追いついて、でまたちょっと離れてもまた追いついてってね、そのペースがあんまり落ちないということでね、26号、いやだってあれですよ、この前半戦何試合かで25とかエンゼルスで行ってるのっていうのは最速らしいですよね。だからトラウトとか、まあ、いるわけなんですけど、それ以上のペースで打ってるっていうことですよ。だから本当にね今年はやばいですよね。でまあ結局お話ししてた通りね、ブーイング聞こえましたかね、テレビで NHK かなんか見てた方で、MLB TV の方ではまあ若干ねやっぱされてんなっていうのは分かったんですけど、まあ、やっぱりスタンドにいて聞いてるのとはやっぱり迫力が全く違いましたね。ああしてるかなみたいな感じだったけど、あれ今日ねスタジアムにいたらすごかったと思いますよ、ブーイング。で2018年の時もねもうすごかったですからね。でまあなんでされてるかっていうと、やっぱりその2018年にねエンゼルスと契約したわけなんですけども、まあ、ヤンキースと契約ねしなくて、まあ早々にヤンキースはね蹴られちゃったんですよね。なのでまあなんで来なかったんだということのブーイングなので、まあそのなんて言うんだろう、何かしたからとかじゃなくてね、だから裏を返せば、まあ彼が活躍してるからこそのブーイングなので、まあだからもう活躍してる限り毎年やられるんでしょうね。だから名誉あるブーイングというかね、うん、そんな感じじゃないですかね。ただまあこれもね前から話してると思うんだけど、僕もねヤンキースファンだから、そのヤンキースを選ばなかったっていう時はね
ああ、ヤンキースじゃないのかってもちろん思いましたよ。ただ、2018年スプリングトレーニングで、まあ調子悪くて、まあ結構ね、いろいろ言われて。で、まあそのね、年新人を取るわけなんですけど、レギュラーシーズンは活躍して。ただもうあのスプリングトレーニングの時でね、ヤンキースにいたとしたら、その開幕で出れてるかっていう問題がまず起こっていたっていうのと、まあちゃんとね、この二刀流で今みたいにね、おそらく起用はしないだろうというのと、まあ去年ね、ちょっと調子悪かった時にね、ヤンキースにいたらもっとひどい状態っていうか、うん、報道もそうだしね。なのでやっぱり、ちゃんとしたところを選んだといえばそういうことになるんで、まあヤンキースにいたら、ね、どういうふうな使われ方をしたかわからないので、まあいい選択だったとは思いますよね。で、まあ、また戻ってきてブーヒングを受けてね。まあ、でも活躍している証拠なのでね、まあ、しょうがないかなと思いますけども。で、今日はですね、まあ、バスケのケビン・デュラントかなとか、あと、CC サバシアも、見に来てたみたいで、まあ、大谷さんを見に来たんでしょうね。だからもう、結局、ヤンキースファンの中にも、大谷さんを見たくて、ただ来てるみたいな人も多分いると思いますよ。で、もうこのコロナ禍でなければね、今日スタジアムは日本人がいっぱいいたでしょうね。2018年は本当にめちゃくちゃいましたから。で、マー君がいたからね。で、マー君と投げ合いっていう話だったんですよ。最後の試合かな。だけどその時はやっぱりもう1回目の怪我する前直前ぐらいでやっぱりなんかおかしかったでしょうね。登板回避して。で、まあ、マー君と打撃では対戦したんですけどもね。まあ、そういうのもあってかなりの日本人がまあいたという感じでしたね、2018年。で、まあ今日もね、いたことはいたんでしょうけどもね、その日本から観光としてバーって行くってことは まだ今ないのでね、まあ少なかったでしょうけど、まあ本当だったらね、まあ僕も含めて行ってたでしょうね。うん、行きたいなっていうね感じですよね。で、まあ試合の話に戻すと、まあやっぱり今日はそのスアレスねが勝因でしょう。頑張ってね、途中から 5.1 イニング投げてっていうことでね。で、スタントンにね一発食らいましたけど、まああれだけですよね。スタントンの打ち取り方、最後ねイグイグがやりましたけども、あそこなんですよ。もう外ボールゾーン低め、あそこ投げて振ってもらうのを待つっていうことだけですよね。一発を食らったとこなんかに投げちゃったらもうダメ。なんであんな簡単に持っていくかなみたいなね、チャーンっつってもうトゥインっていきますからね。だからイグイグの攻めはやっぱり今日のねスライダー外スラでこうすごいとこ振ってましたけどね。でもスタントンはあれを振るんで、あそこなんですよね、抑えるなら、安全に抑えるならね。ただまあその一発は浴びたにしろ、うん、素晴らしいね投球だったかなと思いますね。で、まあ、あとなんかヤンキースの時にね、セカンドのところで、まあ、イレギュラー、なんかバネ埋まってんじゃないかなって2回ぐらいありましたけどね、レメシューがやらかしてっていうか、やっちゃってっていうかね。で、まあ、そういうのも含めて、なんか、ヤンキース的には今日はついてなかったのかなと。で、まあ、4失点という感じですけどもね、うん。で、あと、ピッチャー自体はね、4失点。なので、どうなんだろうね。でも4失点自責ね。だから普段からして、まあキングもね2失点ということだったら、まあピッチャー的にヤンキースはまあまあ頑張ったんじゃないかなっていうことで、打つ方がね、まあ6安打とかなのでやっぱり打てないねっていう印象ですよね。で、レッドソックスにね全然勝てないし、まあコールでなんとかってところでもう初回からバカバカ打たれちゃってっていうので、ちょっとショックがでかいのかなっていう感じもしますね。なので、まあエンゼルスとしては今ね精神的に弱ってるヤンキースを、だからあと3試合全部勝てたら、まあエンゼルスとしてもでかいし、まあヤンキースはそうなったらもうちょっとやばいところに行っちゃうかなという感じで、まああとね3戦ありますけど、非常に楽しみだし、まあ重要なね試合になってくるのかなと思いますね。で、まああと
あさってですかね、翔平さん投げるのが。なのでね、どういう雰囲気になるんだろうっていうね。前はもう投げるって言われてたのにね、回避したのでね、まだ投げてないんじゃないですかね、ヤンキースタジアムで。なので、どういう感じになるのか。そして、翔平対、スタントン、ジャッジ、ルーク・ボイトとかね、その辺がどうなるのか、グレーバー・トーレス、アーシェラ、全員になっちゃうけどね、その辺がどう打ち取って、彼らがどう打ち返すのかっていうのがね、非常にね、楽しみですよね。あと、エンゼルスが負けてる状態じゃないと出てこないんですけど、またね、2018年みたいにチャップマンと対決を個人的には見たいかなと思いましてね、その動画も上げてるんですけども、またもう一回ね、見たいですね。で、前回もその、惜しいファールみたいなの打ったんでね、チャップマンから一発なんか打ったら、すごいことになるけど、それも非常に楽しみであるのでね。だから、同点とかね、1点差でランナーがいる状態で、逆転のね、場面で回ってきて、そこでチャップマンでね、ホームラン、逆転ホームランとかね、打ったらね、いいなーっていうのね、ありますけど。もちろんヤンキースに勝ってもらいたいんですけど、翔平が活躍する分にはもう文句ないということでね。非常にどちらが勝ってもいいっていうかね。見てて本当に楽しいですね。で、明日、明後日、で、もう明後日と、あと3試合、非常にね、楽しんで観戦したいと思います。ということでね、本日もご視聴いただきありがとうございました。今日の夜かね、明日かなるかと思いますけども、今の選手のね、価値というか、今の活躍によって、今いくらぐらいのね、年俸がふさわしいのかっていうのと、勝利貢献度ですね。それを比べてですね、どの程度頑張ってる選手、そしてもう替えが利くようなね、選手。で、お金がもう価値がマイナスになっちゃってる選手とか、いろいろいますのでね、その辺もこう動画を作り途中なので、出来次第ね、上げたいと思います。ということでね、本日は終わります。